未来街道エクスプレス。今日は国境の町ドンダンを出発します。今日私たちを連れて行ってくれるのはルオンさん。中国との国境の町ドンダンからハノイを目指します。ハノイへの配達はドライバー歴3年のカインさんが担当します。ここで15分間の休憩時間。馴染みの店でひとときを過ごします。次回はハノイから古都フエを目指します。